翔太さん、アンケートありがとうございます。はい、反省点ですね。時間という貴重な資産を失っていくだけの1年と、もったいない。多分ですね、まあご自身で書いてるんでもう僕が言わなくてもあれだと思いますけど、もう時間はですね、1秒1兆円持っててもコンマ1秒買えないんですよね。だお金でがあるとある程度何でも買えるんですけど、お金があっても時間買えないんですよね。なんで僕はお金があっても時間は買えないという、このだ例えば100億円、まあ、あの前澤社長ね、1000億下ろしてね、1000億下ろしてないか、1000億通帳を記入しましたみたいなね、動画アップしましたけど、1000億はあっても1秒買えないんですよっていうことを僕は知ってるので、とにかく時間にレバレッジがかかることしかしないです。時間にとにかくレバレッジがかかる。だから動画ですね。だから今年も相当動画撮りましたし、年末も動画撮ってますけど、時間にレバレッジかかるものしかやってないです。だからその時間にレバレッジかかることだけをやってますね。で、来年からまたブログ文章を書くことをやろうと思ってるんですけど、それもなんでなのかっていうと、時間にレバレッジがかかるからです。時間にブログも検索エンジンでまだ、まあ、サイトが出てくる、ウェブ検索したらサイト出てくるじゃないですかっていう仕組みがあるので、だからやることはもう YouTube かブログ、もうここしかやらないです。でさ、もう今年結構 YouTube やりきった部分があるんで、まあずっとやってますけど、来年は、ブログ、朝起きたら、ブログの1記事書いてから動画作るっていう、もうこの、 学ぶ式スタイルをねパクってやろうかなと思うんですけど、もうとにかくだから来年は365日必ず1記事ができるという習慣ですね、間違いなく。だって僕絶対動画撮るんで、絶対動画撮る前に記事を書くっていうね、記事を書かないと動画撮れないみたいな。動画は僕は撮りたくて、撮りたいというかもう空気みたいなもんなんで、それを空気を吸うために、空気をもはや吸うためにブログ書かないと空気吸えないみたいな、みたいにして、時間を増やすことをまた来年もやりまくろうかなと思います。だからまあここでも書いてありますけども、もうブログ始めたみたいなんで、もうブログめちゃめちゃ重要です。でこれまあ音声対談公開しますけど、俊英くんっていうね塾生さんいらっしゃるんですけど、俊英くんもブログちゃんと書いてますね。まあ俊英くんが、まあ、僕の記事も書いてくれてるんですよ。まあそれも音声でちょっと話してるんですけど、すごいです、ブログマジでしっかり書いてます彼。おすごいなみたいな。だから資産が時間的資産ですかね。だから時間的資産が増えると、そのなんだろうな、そこに稼ぐ仕組みが入ってると収入も増えるんですよ。例えばブログアクセス来るじゃないですか。まあわかると思いますけど、アクセス勝手に来る、勝手にメルマガ登録になる、で勝手にステップメールが流れる、勝手に売れるみたいになるわけですよ。だそれってまあリアルの仕事とか普通は無理なんで、インターネットの本当に恩恵というか素晴らしいところっていうのは、時間は買えないし、時間を作る、時間は買えないんだけど、時間を作れる概念が出たっていう。だから24時間を増やせる概念ができたっていうのが、これすごいなっていう。24時間以上の、例えば僕の1日の今平均視聴時間ですね、24時間じゃないです、もう 何百時間、何千時間かな、まあ、何百分みたいな表記なんですけど、僕24時間しか1日生きてないんですけど、 YouTube を見てる人は全体のボリュームは何百時間見てるんですよ、もしくは何千時間。すごくないですか。僕寝てますし、だからそのデータ見ると、やっぱ時間作れたなみたいな、よし時間作ってこうみたいなね。だこれは本当ね、今日からやるべきですね。2020年というか今日からやっていかないといけないことなんで、まあ、今回ですね、プレゼントで人生を変えるたった一つの法則ですね、まあ、ここでもいろいろと言ってますんで、しっかりと、まあ、見ていただいて勉強していただければ、より一層、より一層もう今すぐやらないといけないなってなると思います。そしてたった一つ、未来を変えるたった一つの原則とは、最後ね、一言でね、僕表してますから、そのたった一言が言いたくて、そのたった一言が言いたくて、1時間半ぐらい喋りました。その一言です。はい、ということで、まあ、プレゼントの方をお配りしますので、そちらのプレゼントを見ていただければなと思います。ありがとうございました。